はい、ということで、今日パズドラレーダーがリリースされたんですけど、今日一日やってみて、ですね、まあ、収穫は右上のようになってます。ということで、まあ、GPS を、でやるんですけど、このゲームは、移動して収穫していくって感じですね。で、この紫の枠のやつは5キロで、10キロにすると10キロ範囲のやつ。で、1キロはやと、この5キロの水色のとこ。1キロだと水色の範囲が見れるんですよ。で、1キロの範囲の中だけが収穫できるんですね。なんで、ここのハテナのとこ行って取るには、ハテナの中入って1キロ範囲内に、で、さ、収穫するって感じですね。で、収穫したこの、赤玉とか青玉を集めていくと、ここに、こんな感じで集めると、このダンジョンがプレイできるという感じですね。で、取ったダンジョンは、パズドラの本家の方にメールで行って、で、開いたら1時間だけ有効になるって感じですね。はい。で、まあ、こういう取ったやつで壁紙と交換したり、ダンジョン、月曜ダンジョンがありますね、これは。あったり、こういうダンジョン、その曜日じゃないのに違う曜日のダンジョンをできたりしますね。で、モンスターだと、このように、ホノリン、アワリン、モリリン、プラス99とかが、交換できたりします。ってことで、で、助っ人は、自分の設定したリーダーと同じ、キャラクターが助っ人として、近くの人とマッチして、助っ人が表示されますね。で、まあ、近くにこの人がいるってことがわかりますね。はい。で、助っ人に設定すると、パズドラの方で、フレンドとして設定できると。はい。で、まあ試しにね、これ一回サーチやってみましょう。私は、ここなんで、ここのサーチを押しますよ。サーチを押すと多分出るんですよ。はい。はい、出た。で、このサーチは、一応、15分に1回回復しますね。はい。ってことで、全部で4回貯めとけれます。ってことで、まあ一応この弾を取るには、ここにつなげると、コンボになります。つなげてなぞるとね。んで、まあ今日の収穫はこんだけという感じですね。まあこういう遊べる GPS のパズドラレーダーでした。で、ちなみにちょっと次写真の受け取くんで、まあ、どんな状況だったか今日の。よかったら見てください。ってことで、はい。ご視聴ありがとうございました。